ですよ。優勝以上、いい誕生日プレゼントが持って帰るよ、頑張ります。優勝したら中国の世界基準なんで、まあ、僕が世界の基準になるぞと、やったんでやったんでと、そういう感じです。じゃあ私から発表させていただきます。初代中国王は第1回中国王決定戦。小川さん、はい、ついに前回の熱い死闘を経て、はい、本日こちら同じトントンちゃん2号店3で決勝戦と、はい、前回も予選4回やったじゃない。格闘技の試合みたいにさ、出てない人が声出しでこう応援してくれたりとかあったじゃん、うん、で結構あのプレミア公開のコメントを実は全部見てたんだけど、はい、なんでコメントしねえんだよ。あ、小川優馬コメントしてる。見てた見てた。なんだけど空気感が楽しいみたいのがすごく嬉しくて、だからなんかこう今日もね、あの前回以上に盛り上げていきたいなと思ってるわけですよ、こっちは、はい、でその中で今日何やるかって大事じゃないですか。はい、大事です。教えてください。今回はですね、うん、前回予選で勝ち抜いた8名で集って戦う、はい、うん、大事なレギュレーションですね。はい、お願いします。決勝といえば、はい、ラーメンでしょう。うん、ラーメン、うん、間違いない。佐野ラーメンでございます。お、はい、で、予選と変わらず1杯は 300g なんです。お、はい、ただ具材が 300g でスープ込めだともうちょっとあるんですけど、はい、まあ、いつも通りのルールで具材だけ食べればいいんで、麺と具材で 300です、はい、ってことは実際は300ちょっとあるかもね。数からあると思います。吸いやすい麺だから、はい、あるかもしれない。うん、そんでですね、うん、制限時間が今回はもうノーリミットです。45分です、はい、うん、お、ちょっと増えたんです。これひょっとして大食いを決定しのパクリ。いやいや、全然パクってる、全然パクってる。時間違うし、あとサムネもパクってる。ということで、はい、まあ、今回決勝やるんですが、はいはい、今回中宮の優勝者にも賞金が出るということで。え、はい、じゃああの方、あの方です。出ましょうか、はい、お願いします。スポンサードしまってるパンちゃんです。こんばんは。こんばんは。いや、パンちゃんありがとうございます。本当にいつもすみません、本当に来ていただいて。はい、じゃあ尺がないということでね、賞金出すんでね、今回パンチャン賞って形で。おー、ありがとうございます。見てください、この分厚さ。ちょっといいですか。せーの。え、これはこれガオを超えた。超えたね。これ2桁あるぞ、マジで。マジっすか。マジで、あの前回めちゃめちゃなんか興奮させまったので、はい、優勝者1名のみですけど、うん、差し上げたくなっちゃったんで。我々的にはすごい盛り上がってるんですけど、はい、パンちゃん的には前回の予選見てるじゃないですか、はい、どうですかね。初めての試みだったら楽しんでいただけてるかなってちょっとあって、ワクワクが止まんなくて。本当ですか。なんかドキドキしてますね。本当ですか。そしてトンドンちゃんといえば、はい、はい、お呼びしましょう。はい、どうぞお願いします。どうぞ。ありがとうございます。改めまして自己紹介の方でよろしくお願いします。トンドンちゃんオーナーの立石です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。予選から決勝までありがとうございます。ありがとうございます。こちらのどんどんちゃん2号店さんの、はい、まあ、決勝で使用する佐野ラーメンの特徴をちょっと皆様に教えていただいてよろしいですか。スープベースはあっさり醤油で、はい、で麺は青竹打ちでピロピロ麺って感じですね、はいはい、というわけで小川さん、はい、本日はどんな決勝を期待されますか。そうですね、予選がめちゃくちゃ盛り上がったじゃないですか、はい、それ以上に盛り上がると思うんで、中国という新しい謎のジャンルを世の中にバズらしたいですね。はい、はい、ハッシュタグ中国を、ね、中国バズやで、はいはい、本日もよろしくお願いします。お願いします。でですね、今回新たにですね、中国を応援してくださるスポンサー様がこんな初めての大会なのにもうスポンサーさんがついたの、はい、え、なんですか。知ってます。ボボボン、ココスリーブー。あれ、なんか俺これ見たことあるぞ。しのけんくんがおすすめしてる。そうだ、脂肪吸収を抑える。はい、これ何なんですか。これこちらですね、はい、本当簡単に言うと脂肪の吸収とか糖の吸収を抑えるような、うん、はい、あの便利なサプリとなってまして、これどういう取り方すればいいですか。1日2粒から4粒なんですけど、気になる方は1日4粒、うん、で、まあ、まあそんなに気にならない方は1日2粒で、はい、僕実はこれ半年飲んでるんですけど、はい、まあまあ痩せたんですよ。ええー
とうとう僕も60キロ台まで来るんですよ。やばくないですか。脂肪を抑えます、吸収を。体がこう脂肪取ってそれを体内に吸収するのを柔らかくするってこと。そうです。抑える。へえ、すげえじゃん。すごいんですよ。でこのポコスリム様が今回この中宮をスポンサードで、はい、すいません、本当ありがとうございます。で、まあ、入社商品は、まあ、パンちゃんからいただいてるんで、はい、あのモセリムさんからいただいてるんですけど、はい、ポコスリム賞として、はいはい、お出しできればなと思っております。ありがとうございます。そしてあのガオーの方もぜひお願いします。よろしくお願いします。お願いします。そしてですね、スポンサー様随時こちらのチャンネル募集中ですので、皆様ぜひともよろしくお願いします。ご興味のある方は、概要欄にあのリンクというか、メールアドレス貼らせていただきますので、そちらの方にご連絡ください。お願いします。優勝しか考えてないっていうか、まあ、せっかく決勝まで来らせてもらったんで、まあ、優勝以上、まあ、僕は優勝するでしょうね。作戦勝ちで。トラさんに前回負けたのは追いつかれて負けたんで、そこは話して勝てればと思ってます。食べるの早い皆さんが結構多いかなというところで、置いていかれないようにですね、必死で食らいついて、最後にはそのまま食ってやろうと思ってますんで、よろしくお願いします。放送を見ていただいた知人であったり、あまり交流のない方からインスタグラムの方で DM いただいたりしたので、そういった方の思いに応えるべく今日は絶対に優勝します。あと今日は誕生日なので、いい誕生日プレゼントが持って帰れるように頑張ります。8人ともね、すごい強い方々なので、負けるを劣らず精一杯ね、がむしゃらに頑張りたいと思いますね。よろしくお願いします。ここまで来たら負けたくないし、負ける気もしないし、予選見る限りじゃ勝ったかなって感じですかね。優勝したら中国の世界基準なんで、まあ僕が世界の基準になるぞと、やったんでやったんでそういう感じです。じゃあ準備いいですか、のびちゃんで行きましょうか。はい、はい、そうしたら終了、決勝戦やります。始まりました。みんなペースめちゃくちゃ速そう。そんなペース速そうっすね。これ速い。やけど気をつけてくださいね、皆さん。やけどめちゃくちゃ速いよ。みんな消しも分かんない。やばい。やっぱ1人速いとね、比べてやっぱみんな速くなるんですよね。45分になりますからね。45分になりますから、それに先はないから。はい、お疲れ様です。やけど気をつけてくださいね。45分長いですからね。まだ1分です。まだ1分。メルマン3番1杯完食。はい、1杯完食。7番、8番、1杯完食です。 OK、 お帰りください。さあ、1分半でもうすでに5人の方が2杯目に行ってると。山本さん、これかなりハイペースですよね。そうですね。想像以上に皆さん早い。早いっすね。すごく。お願いします。4番一杯完食。はい、よかった、完食。お、食べ終わさーかですね。はい、お願いします。早い。はい、早い。食べ終わさん2杯完食。1番一杯完食。いけるよ。どうでもない。
とんでもないよ。この実況席にもすでにそこそこ熱いっていう。結構ラーメンある。こっちないっす。すごいラーメン。今一杯か。めっちゃいい。ありがとうございます。イエーイ、中村さん。おいしくいただいてます。6番3杯完食。スープをいかに取らないかって一つのポイントかもしれないですね。お腹いっぱいになっちゃいますね、スープ。あれですね、皆さん水飲んでるから、ほぼほぼいらっしゃらないですね。あ、そうですか。1番3杯完食。並びました。あ、すみません、スピードで食べてみます。皆さん3杯完食。早い。お願いします。3番3杯完食。ありがとうございます。5分経過、残り40分。4番2杯完食。ありがとうございます。1番2杯完食。6番4杯完食。イエーイ。あれだけのハイペースで熱いもの入れて水取らないとやっぱり後半下がってくるんじゃないかなって思うんだけど、きつい。太陽も2番2杯目かもしれない。熱い、ね、まだまだ時間あるんでね。まだ7分経ってない。ここまでのペースガオーと変わんないですよ、多分。変わんないです。本当に変わんないですよ、これ。もうな。3番4杯完食。予選ではね、なんかもうスピードスターかなって、あのワンコツバさん思ったんだけど、みんなが速すぎてちょっとね、スローに見えるって十分速いんだけど、ね、はい、わかりました。7番4杯完食。熱いです。6番5杯完食。一応戻ります。熱い。
4番上海完食。急ぎで2個ラーメンお願いします。ありがとうございます。後半になると1番3杯目完食。もうすぐ10分です。最後まで止めないで食べれてる必要ですよね、こういう食材を取る。10分経過です。10分経過、うん、はい、6番6杯完食。うぇー、じゃあ行きまーす。こっち行きまーす。面白いのが一番強くない。3番5杯完食。3番3杯完食。 OK 3番 OK。 器の回収お願いします。ごめんなさい、ありがとうございます。いつも3人でしたらね、普通だ。きついわ。きついわ。でもお二人は決勝の時なぜかやっぱあの外の5杯完食。4番4杯完食。すいません、あの氷いただいてもいいですか。氷お願いします。5番5杯完食。イエーイ、はい、氷来ました。氷のラーメン上がります。ありがとうございます。ラーメンな半分ぐらい上がります。これ氷だけ一つください。氷一つお願いします。ちょっと待ってください。これじゃあもらいます、はい、熱い、まだ熱い、熱いよ。13分経過です。ベストが暑すぎるんでちょっと長袖長ズボンでちょっとベストの中にセクがあるんでポケットが氷入れて吸い進みます。8番6杯完食。そうですね、移動したら
山さんの永遠のライバルが来やすくなってますね。霊感のやつですね。この暑さになってくると本当席順もだいぶ大事ですね。そうだね。このチャーシューが重い。チャーシューが重い。おお。ね。そうですね、雰囲気はちょっと落ち着きましたね。まもなく15分が経過中のところで落ち着きました。さあ現在トップは高代さんと安藤さんが6杯ずつ、続くのが、ケンちゃん、ワンコ島さん、ダンゴムさんの5杯、そしてトラさんが4杯のアボちゃんとコメオさんが3杯ずつと、おめでとうございます。また頑張って。15分経過です。1番4杯目完食。まだ30分ありますからね。笑いますよ。マジかよってね。計算できない男に揃ってる。我々一口も食べてないのに我々もちょっと熱いですもんね。これ厨房なんかサウナだと思うよ本当に。お帰りなさい。お前6杯完食。おはようございます。もう3番6杯完食。よーい。みんなもう2番4杯で完食。よーい。8番7杯完食。7番6杯回復。やばいっすよこれ。やばいっすよ。やばいっすよ。おい、氷必要な人言ってくださいね。熱中症気をつけて。はい、青ちゃん氷お願いします。はい、小さい。はい、小室さんも氷。じゃあ、こちらからみんなそこでこっちに。すごい勢いで。氷の味。これはね、実際に食べてるお二人がやっぱ、はいはい、食べてこうラーメンの状況を、はいはい、いただきます。いただきます。あー、これは熱そうだ。ちじれです。ちじれですね。中部とちじれっていう感じ。おいしい。食べやすいですね。
でも思ってる以上に麺弾力ありますね。あ、本当ですか。もっとガツガツ入れるわけですか。うん、確かに弾力はすごいあります。ありますね。で、わかめとメンマも結構乗ってるから蓄積されると結構きついかもしれない。ネギもきつくなりそうですね。まあさあこれはきついわ。これはきつい。すごい。現状食べよさん&さんが7杯、わんこそばさん、だんごむしさん、けんが6杯で、トラさんが5杯で、アボちゃんが4杯、コメヨさん3杯。4杯だよね、これね、4杯ですね。はい、はい、5番、7杯完食。うわぁ、だいぶ落ち着いてきました、現場。うん、うん、この辺からゆっくり食べる分の追い上げの感じになってくる。そうですね。6番、8杯完食。まだ折り返しじゃないですからね。結構一杯で多いですね。ボリューミーですね。1番5杯目完食。おい、くねぎで胸ポケットの氷が溶けます。胸ポケの氷が溶けます。やばい、失敗しました。ここだけ笑わせない。今日車で行ったらね、車で帰れんくなります。8番販売完食。ぴったりくっついてますね。おー、ここがトップで、うん、パッパイずつ、パッパイずつ続くのがワンコそばさん。ワンコそばさん、すごいな。はい、大丈夫。23分経過です。はい、4番の範囲、はい、お願いします。頑張ってください。頑張って。大事。2番5杯目から、おい、テーブルごとに声掛けでラーメン頼めば、タイミングで、はい、2分ぐらい前に出るから、はい、注文スタイルにしようか、飛びちゃうから、うん、各テーブルからラーメン頼むとき言いますね。はい。ボリューム入れた。食で、食で、食で、やっぱ熱いんでしょうね。
僕はもう大体ラーメンは後半なんだろう30分ぐらいすると頭にかけてだいぶ変わるんだあれで25分経過です。色気だうまい、はい、おあ8回完食イエーイ。ここでトップが、ワンコスマさん、食べごさん、安藤さんが8杯ずつということで並んでおります。2位タイが、ケンと、トラさん、ダンゴムシさんで6杯ずつで、コメオさんとアボちゃんが5杯ずつとなっております。頑張って皆さんどうなんですかね。言ってたより食べれてるのか食べれてないのか自分の中で。さあ最初に中華系の登場するのは誰か。お願いします。おー、結構8番9杯完食。あ、すごい。あれ、ここで初めてまくったのかな。まくりましたね。だよね。はい。すごい。確かにこれましょう。氷欲しいかって言ってくださいね。はい、よろしくお願いします。9杯完食。はい、これラーメンって食材毎回思うんですけど、なんか単純に食べれるから人がいっぱい食べれるかってとんでもないですよこれ、ね、確かにそうですね。ラーメンちょっと特殊な食材なんですよね。ちょっと技術もいるかもしれないですね。その辺で皆さんは多分だいぶ苦戦されてると思うんですけれども、独特なんですよねラーメンって。ここからはもう精神力の戦いになってくる。しそうですけどね。中部用になるのは果たして30分経過です。残り15分。初代中部用まで残り15分です。ちょっと大丈夫ラーメン直近番4番7杯完食。はい、トラさん7杯。チャーシューが重いと。さあ現在トップが亀岡さんで9杯ずつ、続くのがワンコスモさんで8杯、その次がトラさん7杯、2番6杯目完食。はい、10杯。続くのが1番6杯目完食。3位の6杯で並んでる。で、こっからっすね。これだね。これですね。さあ、初代中華用になるの誰か。32分経過、残り13分です。残り13分。よっ。おい
と再スタートをかなり厳しい歴ではあるんですけど、ね、今のところ全員箸は止まってないと思う。八番10杯完食。うわスープ吸ったら300以上ありますもんね、たぶんあるね、うん、あとラーメン2つお願いします。あー、ありがとうございます。追加でお願いします。はい、はい、はい、3番、7杯完食。イエーイ。5番、9杯完食。イエーイ。さあ、ここで安藤さんが一歩抜けて10杯、続くのが食べよさんとわんこさまさんで9杯です。このあたりが突破争いです。もうすぐ35分ですね。はい、頑張って頑張って。はい、まだ何いっぱいよ。35分経過、残り10分です。残り10分。ラーメン2杯お願いします。7番7杯完食。残り9分です。残り9分。みんなも熱いけど注文も熱いよ。注文4本ありがとうございます。これを作るもん。あほちゃん頑張って。ぽいさんなら何杯いける？これ15。めっちゃ取られてる。めっちゃ取られてる。15杯いけるっていう。取られてる。いいとこ。熱い熱い熱い。おしぼり冷たくしたい人いたら言ってくださいね。冷やし直すんで。お願いします。どんどん言ってくださいね。これ冷やすだいぶ変わるんだよ、本当に。全然違いますよ、冷やすと。ありがとうございます。38分経過、残り7分です。頑張ってー。みんな頑張れ。ラストラスト、はい、ここ行ける人だよ。いけるいける。手止めずに行きましょう。現状が、安藤さんが10杯、続くのが、わんこそばさんと食べおさんが9杯ずつ、続くのが、ケンちゃん、トラさん、ダンゴムさんが7杯ずつ、アボちゃん、コメオさんが6杯ずつです。頑張って。口の中に入ってるな。39分経過です。残り6分。安藤さん、もっといける。頑張って。ブルマだ。ブルマが来る。どうぞ。いけるよ。遠方からね、応援に駆けつけてもらって、そう、実は今日スタッフさんの中に予選でね、ちょっと残念ながら勝ち上がらなかった方たちもすごいお手伝いしがなったりして、ありがとうございます、本当に皆様。ありがとうございます。残り5分です。残り5分。
めっちゃくちゃきちっすよ。ムロちゃん気合い。あれいける、あれいける。ムロちゃん気合いだよ。ワンコソーダがずっと決まってないっす。決まってないっすね。頑張って。はいはいはい、4番、はい、頑張って。残り4分です。残り4分。計量かもしれないんで。そうですね。おお、あれの10杯勝つんじゃないですか。はい、10杯勝つ。頑張って。わからなくなった。これはわかんない。こっから入んね、入らんね。頑張って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 。残り3分です。残り3分。アンコスボさんもね、9分間。アンコスボさん、ファイト。やらびろ。ファイト。ファイト。いけいけいけ。あと1杯。残り2分。1番7杯。ナイスナイス。ナイス。はい、最後に行こう。諦めないで。いけるよ、いける。ほらほら、いけるよ。あと1杯、あと1杯。初代10秒だよ。初代だよ、初代。マジか。最後さん、いけるよ、いけるよ。残り1分。残り1分。残り20秒。じゃあ結果発表にいきたいと思います。で今回ですね、ワンコそばさん、タレオさん、安藤さんが、全員50杯完食で11杯目、はい、で並んでいましたので、計量させていただきました。第3位から発表させてもらいます。では残量 280g、 ワンコそばさんです。どうぞ、では一言お願いします。まあ、こういう結果になってしまったんですけど、この最終決戦まで残ることができて非常に嬉しいです。もし第2回があれば絶対に優勝を買い取ります。買い取る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 
美味しいな。第2位の残量が 144g、 そして第1位の残量が 118g。 その差 26g。 じゃあこれは1位を発表させていただきたいと思います。 26g 差で初代中食い王になる方でございます。じゃあ私から発表させていただきます。初代中食い王は食べおさんです。強すぎっす。このずっと食べおさんのをずっと見てて強かったっす。マジでこのような機会をやってくださったサムライディング様に感謝、そして皆様、参加者の皆様、関わってくださったスカッシュ様の皆様感謝です。僕は食べおを倒すために第2回も出たいです。よろしくお願いします。優勝させていただきました。皆さん、本当にありがとうございます。今回すごい僅差で、優勝ということですか、ね、多分動画見てると分かると思うんですけど、本当に最後の最後まで安藤さんが本当に1位でこう突っ走ってたのを見ながら後を追いかけるような形で、ね、最後踏ん張り切っていただいたんで、まあ卑怯といえば卑怯かもしれないですけどでも本当にね強い人がいるっていうことは他のね大食いにしても中食いにしても力になると思いますので、今後とも中食いバズれるようにね、楽しく、皆さんで盛り上げていただければと思いますので、ぜひともよろしくお願いいたします。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。今回パンチャーショーってことになってました。はい。ありがとうございます。パンチャーショー。ちょっと僕の方も宣伝したかったんで。はい。パンチャーショーで。パンチャーショー。ありがとうございます。感動いたしました。ありがとうございます。おめでとうございます。あとこれ。実は今回ポコスリムさんがスポンサーついてくれたんで、この裏に封筒隠してあるんですけど、はい、ポコスリム表面で、はい、はい、おめでとうございます。ちょっと調べて購入させていただきます。ぜひ飲んでください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いや本当皆さんお疲れ様でした。おきっと皆さんね、自分が思ってたより食べれなかったと思います、うん、だからなんだって話なんですけどもね、優勝おめでとうございます。ありがとうございます。第2回も決定してるんですか。第2回出るんですか。え、出ていいんですか。ダメダメダメ、いいなら確実に出ます。ごめんなさい、そこはちょっと、俺そこはごめんなさい、そこはちょっと、はい、じゃあね、また第2回また絶対にあるので、皆さんよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。